僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。初めて泳いだ海の底、とっても気持ちがいいもんだ。お腹のあんこが重いけど、海は広いぜ、心が弾む。桃色さん僕の住みかさ。時々サメにいじめられるけど、そんな時はそうさ逃げるのさ。一日泳げば腹ペコさ、目玉もくるくる回っちゃう。
し、二足でもサンダル、三足でもヨット、四つでもコマシオ、五台でもロケット、六話でも七面鳥、七匹でも八、八とてもクジラ、九杯でもジュース。十個でもいちご、一本二足三足四つ分、五対六は七匹、八と九杯十個。